再び登場の英子ちゃんです。何回も来てくれてるんやね。あの松本中綺麗、2回目やな。松本中どうやった？リニューアルして。めっちゃ綺麗し、うん、買い物しやすくなった。あ、本当？それ大きな声で言っといてあげなあかんのちゃん。買い物しやすくなったよ。ほんま。レッドアップやね。ほんま。ちょっとこれね、あのスマホが新しいなったから、うん、よう映るんよ、うん。前ボケてたんやけど。ちょっとだからなんかあのだいぶなプレッシャーはあるんやけど、うん、うちはない。あ、偉いな、偉いな。ほんで私なんで今英子ちゃん引き止めたか言うたら、私嬉しいことがあって、うん、それを YouTube で撮ろうと思ってたんやけど、英子ちゃんおってくれんやったら聞いてもらおうと思って、うん、聞いてあげよう。ほな今からすぐ撮ってくるから、オッケー。ちょっと持って喋っといて。はい、今なんか撮りに行ったし持ってくるみたいです。なんやら走ってきた走ってきた。これガリガリ君なんやけど、これあのちゃんと英子ちゃんも顔つっといて、うん、私が持とうか。はい、持ちますね、うん、とこれガリガリ君なんやけど、うん、あのまだ YouTube 予約投稿してるからまだ上がらへんねんけど、うん、私もうすぐファミマでガリガリ君食べたっていうやつが上がる、うん、もしかして当たり出たとか。あ、かしこー、すごいんだ。当たり出たってことだよ。実は、あの、そのね、ファミマでガリガリ君食べたっていう時のガリガリ君は、うん、あ、落ちた。ちょっと。多分なんか水、ほら、当たりが出てる。当たりが出た。ピンピンと合うかな。当たりが出た。わかる？うん、でも。あ、電話で、出なあかん。電話、あれ？あ、はるみちゃん電話出て。はるみちゃん電話。今あの土曜日やからはるみちゃんと交代やから今はるみちゃん来たはんねんけど、ほんで私が言いたかったことはな、ガリガリ君の梨をそのこないだファミマ行った時に梨なかって、うん、梨欲しかったんよ、うん、でこの間食べた、うん、ファミマでなんかアイス2個買うたら30円引きやって、あ、そのゴーグルのやつ、うん、あ、それ2箱24個もしいる言うてくれはったら、それ今在庫あんねん言うて。あの伝票書くとか、いるとかいらんとか、受けるとか。あ、それで、うん、私あの梨をこの間買いに行ったの。あ、反対です。もうしつこいけど当たりが出たんよ。よかったな、おめでとう。ありがとう。でこのボンボンボンってな感じね。でこの嬉しい幸せをみんなと共有できたらいいなと思って、うん、で英子さんが来てくれたから、うん、あの聞いてほしくて一緒に撮りました。終わり、はい。なかなか当たらへんで、これ。これそうな、うん、私ガリガリ君あんまり食べたことなくて、ほんま。うちガリガリ君のソーダが、ソーダ一番美味しいかもしれん。うん、ソーダ美味しかったわ。うん、もうほんまこれカロリーも少ないから気に入ってんねん。カロリー、カロリー気にすんねん。カロリー気にするから、これカロリー少ないから気に入ってんねん。そしたら気にならん。そうやろね、エコちゃん気にしんの分かる、見てて、うん、私は気になる。そしたらね、ありがとう、バイバーイ。面白かった人のグッドいいねボタンお願いします。お願いね。